1分解説飛び込み営業で感謝される一言。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。飛び込み営業は怪訝そうな顔をされたり迷惑そうな顔をされます。そこで今回は飛び込み営業で感謝される一言を分かりやすく解説します。飛び込み営業していた頃、〇〇の商品の案内ですと言ってチラシを渡すと怪訝そうな顔をされました。ところがお役に立てる情報をお届けに来ましたと言ってチラシを渡すと、ありがとうございますとかご苦労様ですと言われることが一気に増えました。これちょっとした違いですが、反応は雲泥の差です。言葉は工夫して使いたいものです。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。